ガツに疲れたピエロは、ベルギーの詩人アルベールジローが1884年に発表したフランス語の詩集、及びジローの原詩をもとに、オットー・エイリヒハルト・トレイブエンが1892年に発表した自由なドイツ語訳の詩集、あるいはこれらの詩に基づく歌曲やメロドラマなどの音楽作品である。現代のまま、ピエロ・デュネールとも呼ばれる。作品では、ピエロ、コロンビーナ、 カッサンドロといったイタリアの古典演劇の登場人物がグロテスクで幻想的な世界を繰り広げる。本校では主にオーストリアの作曲家アルノルト・シェーンベルクが1912年に作曲したメロドラマを中心に記述する。アルベルジローベルギーの象徴派詞人で若きベルギーの創始者の一人であるアルベルジローが1884年にブルセルで出版した。 フランス語で書かれており、ベルガモのロンデルの副題がある。50編の詩からなっている。副題にあるように、各詩は、フランスの定型詩の一つであるロンデルの形式を、とっている。これは、4行プラス4行プラス5行の三連構成で、あり、第1行は、第7行と第13行で、第2行は、第8行において、それぞれ反復されるものである。以下に、具体例を挙げる。 ハルトレーベンドイツ語訳は、オットー・エイリヒ・ハルトレーベンにより作られ、1892年にベルリンで出版された。ハルトレーベンはドイツ語訳にあたり、ロンデルの形式は踏襲したものの、ジローの原子を単なる素材としてみなして自由な改変を加えた。このことにより、ドイツ語版は表現の洗練、内容の深さともに原作を超えるものになった。このドイツ語版、ガツに疲れた。 ピエロを題材として、フェルディナント・プフォール、オット・フリーズランダー、ヨーゼフ・マルクス、シェーンベルク、マックス・コバルスキなど、複数の作曲家が曲付けを行った。1911年には、ミュンヘンにおいて、ハルト・レーベン分けの審判が400部限定で、出版されたが、この版には、フリーズランダー作曲による歌曲の楽譜が付けられていた。 シェーンベルクが1912年に作曲したガツに疲れたピエロ作品21は正式な表題をアルベールジローのガツに疲れたピエロから取った全三部各部7編の歌。シュプレヒシュキンメ、ピアノ、フルート、クラリネット、バイオリン、チェロのためのメロドラマといい異色者活初演者の女優アルベルティーネツエメに検定されている。表題にあるように ドイツ語版の詩集から選ばれた21編が7編ずつ3部に分けて曲付けがなされている。シェーンベルク氏は語り手により、シュプレヒシュティンメとも言うと呼ばれる歌唱と朗読の中間的な方法で表現される。シュプレヒシュティンメの楽譜は他の歌曲と同様5線譜部に記された音符によって音歌やリズム、音程が示され、その下に歌詞が割り付けられており、 特殊な寄付方法として、踏み木に罰自留が付けられている。シェーンベルクは、ガツに疲れたピエロのスコア序文において、シュプレヒシュティン目の表現方法を次のように説明している。シュプレヒシュティン目のパートに寄付されている旋律は歌うためのものではない。演奏者は寄付されている音の高さを考慮に入れた上で、この旋律をシュプレヒメロディーへと移し替えねばならない。 この時以下の点に留意しなければならない。愛演奏者はリズムを歌唱の時と同様に正確に遵守しなければならない。つまり演奏者に与えられている自由は歌唱旋律の場合許されている以上のものではない。通演奏者は歌う音と語る音との相違を厳密に区別していなければならない。歌う音には変更の許されない一定の高さが定められている。 語る音にも高さは与えられているが、この高さは、語る時には、より高い音、あるいはより低い音に置き換えられて、遵守はされない。演奏者が特に避けなければならないのは、歌うような語りの調子に陥ってしまうことである。これは全く作曲者の意図ではない。シェーンベルク、エーベルハルト・フライター区長、宮川直役、大作曲家、シェーンベルク音楽の友者、 1998年12月10日、ISBN4 から276221641124から125ページより、引用音歌やリズムが楽譜に規定されることは明らかであるが、難しいのは音程の扱いである。作曲家、指揮者のピエール・ブレイズは、のシュプレヒ・ゲザングに関する覚書において、作曲者自身による説明が不明瞭であり、のシュプレヒ・シュキンメについて、 正確な観念を抱きにくいとしている。気楽セクションは5人の演奏者が担当し、持ち替えによって8種類の楽器が使用される。各曲ごとに異なるオーケストレーションが施され、編成は万華鏡のように変化する。シェーンベルクの作風は初期においては高キロマン派的であったが、その後の第2期においては調整が放棄され無調が施行される。ガツに疲れたピエロは、 シェーンベルクの第2期を代表する作品であり、ドイツのカバレット文化を反映した表現主義的な曲付けが死に生き生きとした生命力を吹き込んでいる。なお、シェーンベルクが十二音技法を確立するのは後年のことであり、この技法は本作品には用いられていない。無調の作品ではあるが、音楽形式の面ではカノンやパッサカリア、 自由対違法などの伝統的な形式も使われている。ガツに疲れたピエロには数々のパラドックスが含まれる。例えば気楽奏者は独奏者であると同時にオーケストラを構成しており、ピエロは主人公であると同時に道化師である。作品は楽劇であると同時にコンサートピースであり、語られる歌付きのハイカルチャーのショーである。男役の化師を演ずるのは女性で化師は 第一人称と第三人称の間を揺れ動く。移植者である女優アルベルティーネツエメは1904年頃から、オットー・フリース・ランダー作曲のピアノ伴奏により、メロドラマ、ガツに疲れたピエロを上演していたが、その音楽に満足できず、1912年1月、シェーンベルクに1000マルクという高額の報酬を提示して、ガツに疲れたピエロの新たなピアノ伴奏曲の作曲を依頼した。 シェーンベルクはドイツ語版のガツに疲れたピエロに想像力をかき立てられ、1月末には作曲を承諾した。シェーンベルクは、イメが朗読会で取り上げていた22編と、イメから希望があった立達男など3編をもとに作曲に取り掛かった。十字架がやや難航したものの、作曲は早いペースで進み、同年7月9日には全てを脱行した。 生命のリクエストになかった詩が追加されたほか、ピアノ独奏から5人の室内楽に編成が拡大されるなど、作品は当初の移植内容を超えた形で仕上がった。初演時のメンバー、右から3人目が生命。1912年の9月から初演に向けたピエロアンサンブルの練習が開始された。このアンサンブルは、四季がシェンベルク、語り手が生命、ピアノが エドワルト・シュトヤーマン、フルートがハンス・ド・フリース、クラリネットがカルル・エスペルガー、バイオリンがヤーコブ・マリニアク、チェロがハンス・キントラーというメンバーであった。また、練習には後に指揮者として活躍するヘルマン・シェルヘンが立ち会い、時にはシェーン・ベルクに代わって指揮を行った。数十回の練習を重ねた後、1912年10月16日に、 ベルリンのコラリオンザールにおいて初演が行われた。ェーメの移行により、気学アンサンブルは、ついたての後ろに隠され、ピエロに噴したェーメただ一人が、舞台に立った。聴衆の反応は、予想にたわず、賛否両論であり、アントン・ウェーベルンは、初演時の口笛や聴衆について触れつつも、最終的には、無条件の成功であったと報告している。 歌詞の冒徳性についていくつか批判がなされたことに、対し、シェーンベルクは、連中が音楽的であったなら、誰一人として歌詞を罵ったりはしまい。それどころか連中は、口笛を吹き吹き立ち去ろうとしたではないかと反論した。初演を終えた後、ピエロアンサンブルは、ウィーニア・プラハ、シュトットガルトなど、ドイツ、オーストリアの11の都市をめぐる演奏旅行を行った。 二三の都市では、聴衆の騒ぎが起こったものの、聴衆の反応はおおむね好意的であった。第一次世界大戦後の1921年には、シェーンベルクが主催する私的演奏協会が、ビーニアプラハにおいて、ガツに疲れたピエロの再演を行った。これらの公演は成功し、海外でも、同作品に対する関心が高まることとなった。さらに、1902同作品が、 音楽大学の学生によって演奏されたのは、これが初めてであり、ウィーンの若い音楽家たちに強い影響を与えることになった。1940年9月には、ロサンゼルスにおいて、作曲者自身の指揮、エリカ・シュティード・ドリー・バーグナーの語り、初演メンバーの一人であるシュトイアーマンのピアノ、他のメンバーにより、レコーディングが行われた。以後、 今日に至るまで様々なアーティストによる録音が残されている。ロシアの作曲家、イーゴリ・ストラビンスキーは、火の鳥、ペトルーシュカの公演のため1912年にベルリンを訪れており、ここでガツに疲れたピエロの演奏を耳にした。ストラビンスキーは、同作品について、ビアズリー崇拝の過ぎ去った回帰のように思われた、同作品の美学的性格には何ら感激しなかった。 と述べる一方、個性的な楽器の使い方を成功と認め、これをヒントに室内楽伴奏による歌曲3つの日本の序章詞を書き上げた。ストラビンスキーは1913年の3月から4月にかけてフランスの作曲家モーリス・ラベルと共同の仕事に取り組んだ際、ラベルに3つの日本の序辞詞を紹介し、これが ガツに疲れたピエロから着想して作曲したことを説明した。ラベルも、また、室内アンサンブルによる、読唱曲という編成に興味を示し、フルートに、クラリネットに、ピアノ、弦楽詩重奏伴奏による、ステファヌ・マラルメの3つの歌を作曲した。ピエール・ブーレイズは、起動、ラベル、ストラビンスキー、シェーンベルクにおいて、ガツに疲れたピエロ、日本の女子詩、 マラルメの三つの歌を比較し論じている。また、ブーレーズの作品、ル・マルトーサ三メートルも、室内楽版奏による歌曲であり、ガツに疲れたピエロの影響を受けている。フランスではラベルが、ガツに疲れた、ピエロ、日本の女子誌、マラルメの三つの歌の三作品を並べた、スキャンダラスなコンサートの企画を1913年に着想した。このコンサートは、 1914年1月14日の独立音楽協会の演奏会として身を結ぶが、洋のピエロは演目から外れ、フランス初演は第一次世界大戦後に持ち越しとなった。フランスにおいては作曲家ダリウスミオーの指揮により、第一部のみの部分初演が1921年12月15日にパリ農協ホールで、 全曲初演が1922年1月22日と3月10日にサルガボーにて行われ、フランスでのシェーンベルク授要に大きな役割を果たした。この時、見ようと語り手を務めたポーランド生まれのソプラノ歌手、マリア・フロイントはドイツ語ではなくフランス語によって講演しようと考え、当初はジローによる原収を用いようとしたが、うまくいかず、フロイントがドイツ語からフランス語に テクストの再翻訳を行うことになった。フランスでの初演を成功させたミオとフロイントが1922年にウィーンに赴いた際、作曲家、グスタフ・マーラー未亡人であるアルマ・マーラーの提案により、オリジナルのドイツ語版とフランス語版の2種類のガツに疲れたピエロを聴き比べるという私的な催しがアルマ・マーラー帝において行われた。この時の演奏についてミオは、 シェーンベルクの式では劇的な要素がより荒々しく強く苦しく出たのに対して私の式では感覚的な柔らかい微妙な透明な要素が強調されましたと回想している第二次世界大戦後の日本では美術家や音楽家によって構成される芸術グループ実験工房が1954年10月9日にシェーンベルクの夕べとして ガツに疲れたピエロの日本初演を行った。実験工房のメンバーの一部は、翌1955年に上演された、竹地鉄人演出による創作劇、ガツに疲れたピエロにも参加している。ガツに疲れたピエロは三部構成で、各々七つの詩が含まれる。シェーンベルクは、数比術に凝っていたので、七音からなる動機を作品全体に適用し、 一方で演奏者数は指揮者を含めて7名としている。作品21に含まれる曲数が21であり、曲中でピエロという単語が最初に登場するのは第3曲、立て男の21小節目である。楽譜では各部の最後の曲の最終小節のみに終始戦が引かれている。それ以外の曲の最終小節は複従戦で終わっており、 次の曲への繋げ方や魔の取り方が言葉により指示されている。ガツに関する詩が最も集中しており、詩で言及される色彩は白が貴重となっている。愛と性、宗教が歌われ、全三部のうち、シェーンベルク自身の言う、軽やかな、皮肉で風刺的な調子が最もよく現れている。残忍な悪夢が描かれ、暴力、罪、 死がモチーフとなる。死で言及される色彩は黒や地の赤が支配的となる。ピエロが過去に取り憑かれてきたベルガモへの里帰りがグロデスクなユーモアを交えながら歌われる。フルート、クラリネット、バイオリン、チェロのシュプレヒシティンメ、ピアノ。ウニベルザール出版社会的な伝統的なピアノ伴奏譜だけの楽譜も同社から出版されている。全三部。 21曲約35分。これまでに多くの録音が残されており、様々なアーティストが語り手を務めている。クラシック音楽の声楽家では、ベサニー・ビアズリー、ヘルガ・ピラルチク、ジャン・デガエターニ、イボン・ヌ・ミントン、フィリス・ブリン・イコール・ジュルソン、カリン・ウッド、クリスティーネ・シェーファー、アーニャ・シリアなど。クラシック音楽以外のジャンルでは、女優のバルバラ・スコバ、ジャズ・シンガーのクレオレーン。 ポップスターのビオークが録音を残している。ガツに疲れたピエロを語りと演奏以外の舞台作品として上演する試みは早い段階から見られ他の芸術ジャンルとのコラボレーションも行われている。初演翌年の講演を聞いたシュトットガルトの宮廷ソロダンサーアルベルト・ベルガーはこの作品によってクラシックバレエの形外化を打破できると考え シェーンベルクに手紙を送るバレー家を提案した。シェーンベルクは私の音楽は舞踏を拒絶しているとしながらも興味を示したが第一次世界大戦によりこの話は立ち消えとなった。また、1920年代初めにはバレエダンサーのレオニード・マシーンが語りを省略した形での舞台を計画したが、シェーンベルクはこれを拒否した。 1962年にはダンサーであり、振付師であったグレン・テトリーの振付でピエロ姿のルドルフ・ヌレーフがこの曲を背景に踊った。第二次世界大戦後の日本においては、1955年12月5日に竹地鉄二の演出による仮面劇ガツに疲れたピエロが東京の産経会館国際会議場にて上演された。この公演には前年に ガツに疲れたピエロの日本初演を行った総合芸術グループ実験工房も深く関与しておりメンバーのうち秋山国春が歌詞の日本語役北大正造画装置と仮面福島秀子が衣装を担当した竹地は作品に独自の解釈を加えピエロの抑圧された性をめぐるストーリーに仕立てた登場人物としてはピエロの他にコロンビーヌ アルルカンが設定され、ピエロを狂言師の野村万作、コロンビーヌを関西歌劇団のソプラノ歌手、浜田洋子、アルルカンを農学師の関ンゼ敏夫が演じた。歌はコロンビーヌ役の浜田のみが担当し、他の2名はパントマイムで表現した。2004年には東京芸術大学新総学堂において、 米山ママコの助演によりパントマイム付きのガツに疲れたピエロの上演が試みられた。2011年及び2012年、フィンランドの作曲家ミリカ・ヒューティ・アイネンが自身の作曲による夢の影をシェーンベルクのガツに疲れたピエロの曲間に挟み込んだ実験的な音楽劇ガツに疲れたピエロとその影の公演がヘルシンキで行われた。2012年には オーストリアに住むソプラノ歌手中島明子が演出した能楽とのコラボレーションによる舞台無限のガツに疲れたピエロの公演が石川県、富山県、東京都で行われた。ニールス・スムースの指揮、中島明子の語り、斉藤正明のピアノ、オーケストラ・アンサンブル金沢のメンバーによる演奏と、豊昇流の渡辺淳之介が指てを務める能楽が共演した。 1999年にはこの曲を題材とした映像作品、One Night, One Life が制作されている。監督はオリバー・ヘルマン、主演及び歌唱はクリスティーネ・シェイファー。ありがとうございます。